ましてですね。そうですね。実はあの、スイーツ名カズさんとはお茶で、はい、ああ、みたいですね。おっしゃってましたね。はい。どうでしたカズさん。楽しかったです。意外と共通点が多くて、お年が一緒で、はい。そうなんですね。なんか、あ、はじめまして。あ、はじめまして、ポンさん。はじめまして。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ポンさんです。松尾さんです。どうも。あ、松尾さん。はい、どうも、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょっと。トビーと申します。あ、トビーさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかイメージより男性的なボイスでしたね。ポンさん。僕ですか？はい。あ、そうですか。なんか結構でも声高いなって言われるんですけど。なんかツイッターで書いてたからなんか どんな感じなんだろうってちょっと。よかった。男性でよかったです。あ、そうですか。あ、そうですか。あれは無料のねボイチェンだから。はい、あれねすごいですね最近のボイチェンって。あれでも無料でもなかなか、まあ、やっぱりボイチェン味は外れないですけど、まあ、ね、まあまあちゃんとしてるっていう。おボイチェン、ボイチェン味って初めて聞きました。確かに聞かないですよね。聞かないですね。カズさんが一生懸命さっきから、あの、ラップデザインいじってるのは分かってるんですけど、はい、あ、そうですか。わ楽しみですね。いろんな車見れるの。そうですね、本当。どんな感じなんですかね。他のゾンビさんに車のね、はい、あの前の部分をちょっと見てもらいたくてね。あの前の部分は初めまして。後で楽しみに。あ、こんばんは。ブレイズさん。ブレイズでございます。あ、こんばんは。お願いします。やっぱりおっさんだったんですね。ですやっぱりおっさん、もしかしたらっていう、もしかしたら、美女かもしれない。そう、あれじゃないですか、あのちょっとボイチェミがない、あのボイスチェンジャーで、ボイチェミがない、ボイチェミがない、ちょっと、あれもう地声じゃないですか、なんか、普通の声になってる、おっさんの声にチューニングしてないですか、本当、大丈夫ですか。いやいやいや、もうあの、そんな機能なかったと思いますけど、カズさんですか。あ、そうです、どうも。あ、どうも、こんばんは、松尾さんです。はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。あ、カズさん、声、え、はい、カズさん、声優しいですね。ほんまですか。はい、なんかあの関西弁であれなんですけど、なんか申し訳ない、声出しにしてきますとか言ってたんで、どんな人か不安だった。どんな声？いや、多分カズさんが関西弁だと僕もちょっとあの関西弁に戻ってしまうと思うんで。あ、そうなんですか。はい、はい、そうそう、多分今嫁が横にいるんで行きますねです。あ、それは僕も関西なんですよ。ああ、ブレイズさん、ブレイズさん関西なんですね。僕京都ですよ。あ、同じやん。僕も京都です。高めだ。皆さん関西なんですか。あ、今東京に住んでますけど、あの関西、あ、京都生まれ大阪育ちです。あ、下が関西っぽい。そうなんですよね。あの標準語に馴染んでくるもんなんですね。はい、あの普段は標準語なんですけど、あの皆さんみたいにこうイントネーションがこうおかしいとだんだんこうそっちにこうあの寄せられていくっていうか。じゃあ、あのほんまにって言ってくれるのを待っておきますわ。ほんまに。すぐ出る瞬間を待っておきますわ。はい、あのまあそうですよね。あ、昨夜党さん入ってきたんじゃないですか。うん、6になりましたね。なりましたね。設定中かな。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、どうも。いえ、大丈夫ですよ。
ああ、すいません、昨夜父さんって女子だったんですね。あの、全然気がつかずに、あの、こんなおっさんまみれの集団にちょっと呼んでしまって、本当申し訳ない。自分の方こそ間違い感があって。いやいやいや。いやあの本当あのお声かけした僕の責任でございます。本当にあの楽しんでいただければ、はい、あれでしたね。あのてっきり僕実はひょっとしたら僕が女性なんじゃないかという。あ、そうそうそう。あの偽物がいなくなりあの本物が登場みたいな。あ、昨夜父さん、あの先に聞いときたいんですけど、あの下ネタとか大丈夫ですかね。あ、多分このここに最初に聞くんですけど、あの多分なんですけど、ここにいる人たちみんなあのビールが入ると結構どぎついのが、あ、よかった、ありがとうございます。すいません、あの目の前一番絞りがもう、ああ、あ、僕はあれですよ、プレモルとあの、はい、札幌黒ラベルにしましたね。あ、いいですね、黒ラベル。黒ラベル。音が違いますよね。はい。今日は春限定のさくらんぼチューハイにしました。あら、かわいい。なんかこういう時は限定できましたね。そうね。もうプレモルとハイボールとビーフジャーキーですね。おつまみちゃんと。おつまみ。あ、私もあれですよ、枝豆、あの瀬戸内海の塩を使ったあのコンビニの枝豆を買ってきました。はい、開けようかな。じゃあ先に乾杯しますか。乾杯。はい、乾杯。はーい、はーい、はーい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。第1回乾杯。乾杯。うん、あー、うまい。いいっすね。あー、うまい。普段ゲームしながら飲まないと今日は特別です。あ、私もですよ。私もあの、これで皆さんみんなで飲酒運転ですね。そうですね。確かに確かに飲酒はできない。おお、隣に並んでる。おお、おお、後ろにゾンビさんが。エボですね。あ、やっぱゾンビさんエボなんだ。はい、かっこいい。これ下ボタンで、下ボタンじゃないな、左ボタンで。左ボタンですね。フォトモードになってきて、フォトモードにしたら見渡せるかな。あそこも 見渡せる。あ、動いてる。あ、動くんだ。へえ。おお、これ隣の渋いビートル誰ですか。僕ですね。ポンさん、何もデカールしないですね。かっけえ。ちょっと写真撮りたいな。写真撮りたいですね。横並びで並んだらいいな。とりあえずこの車で撮ろう。あ、ちょっと綺麗に並べたい。ビートルとなんか何やってんの。ゾンビキラーって書いてあるんですよ。はい。何？ちょっと離れすぎてます。あ、本当だ。ちょっと待ってね。このゲーム幅寄せが難しい。難しい。そんなことやんないですからね。あ、いいですね。これ。あ、いい感じです。オーケーです。Thank you.
な。うん、アウディかっこいい。アウディかっこいい。僕もアウディ好きなんですよね。僕も外車乗んなら、外車乗んならアウディか DNA になってます。そうそうそう。宝くじでまた何かで見えてるけど。アウディって実際やっぱり結構吸いますよね、だって。します。いや、R8 とか高いっすもんね。R8 で、めちゃめちゃ飛ばす人の助手席に座ったんですけど、やっぱりエンジン音たまんないっすよね。なんていうんですかね、おならがすごい高速で連続でこう、乾いたやつが出るみたいな音するんですよ。パッ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 みたいな。プルンプンプッパ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 ッっていう、なんていうんですかね、うまく言えないんですけど。ブリッピングオンするんですかね、なんていうの、カツカツってくれるのと。あ、そう、多分そういう、僕、車はそんな僕も詳しくないんで、あれなんですけど。野良が突っ込んできてる。アベンタドールがいいぞ。ちょっと。なんか混じってるぞ。混じろうとしてるぞ、これ。混じろうとしてるぞ。自己紹介してもらえます？誰？あ、行っちゃった。アベンタドール。あれ？ガツいなぁ。僕の GTR 後ろからおかも掘られたんですけど、これ訴えた。これちょっとね、しょうがないですね、このペーパックの仕様なんでね、プライベートモードできない。あと2人ランダムで入ってくるようですね。はい、そうですね。なるほど、ね、はい、じゃあポンさんお願いします。はい、ですね、あ、なんか突っ込んできた。なんで、なんか来た。俺の自己紹介邪魔しに来たのか。やばいやばいやばい。あっとですね、いけいけー。あっ、釣られた。もう早速、もう、まあ今のはね、まあ、軽くわざとですからね、ちょっとしたこう、女の人飛ばしたの、ハンデキャップ的な。お、ゾンビ、ゾンビキラーが行くぞ、ほら。あ、カズキラーになっちゃった。カズキラーになっちゃった。いたたたたた。ほら。いた。いやー、あかん。やっぱゾンビさん、早えな。あ、ランエボってあんなスピード出るんでしたっけ？意外と出ますね、これ。出ますよね。何十だ？ 60、70いきますかね。NSX と変わんないじゃないですか。前を走ってるのはカズさんの後です。あ、クラッシュした。カズさん抜いた。あ、間違った、危ね。あ、やっぱやばいですね。なんか予想以上に楽しくないですか、これ。サクヤトさんが前に。サクヤトさん結構走りがパワフルですよね。ねえ、あ、ただ、バツなんだっけ。あ、なんかごめんなさい、むっちゃ、転がってくれてる。おぉ、おーしょー、カズさん、お下きふい。あれなんだね、フリーランでも車、他の車っているんだね。いますね。なかなか絶妙なところに。やべやべ、後ろから来てるのはあれ、ゾンビさんかな。あ、僕っすね、多分。おお、やっぱり私に立ちはだかるのは、ああ、あなたのようですね。おいだ。やばい、コンボ決まったわ。あ、待って、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい。結構このコース面白いっす、なんか。もう、ボンネットがパカパカ言ってるね。俺もせっかく一生懸命作った松のマークにひびが入り始めました、ちょっと。
これ以上ぶつけたらあのなくなっちゃう感じですね。あーだいぶ道合ってんのかな。ビールがいい感じに。おお怖い怖い怖い。あ多少コースアウトしてもいいっすよ。あの青い道にさえ従ってくれれば。はい、うん、前方に誰もいなくなった。これは僕今すごい孤独なんですけど誰かいないんですかね。あらららわー煽られてるアウディに煽られてる。アウディ怖え怖え。 R8 に電信音がめちゃくちゃ聞こえる。あのおならみたいなやつでしょ。パパ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 パ。あ嘘、軽くこすっただけでひっくり返った。クラッシュした。おっとこのダムに行くまでの道って結構細くて曲がりくねってるんでハイパワーカーだと若干走りづらいかもしんないですね。テクニックが問われる。おっと前誰やこれ。松尾さんかな。後ろには誰も見えないし、なんか大クラッシュしませんでした。あ、じゃあゾンビさんや。あ俺だごめんなさい。いやいや大丈夫ですよ。おお。車ボッコボコいた。おー、だいぶ夕日が出てきましたね。お月さん出てる、ね、本当だ。あ、こっちか。お、そう、今回ね、あの、ミーティング、あ、ゴールしました。あ、お、早い。いや、早いですね。今回、あの、カーミーティングやるときに、あの、カズさんに、景色のいいとこご存知ないですかって聞いたら、景色なんて気にしたことないっすって言われました。ハハハハハ。その数さん、2位がゾンビさん。俺だわ。2位カズさんですね。多分2位カズさん、3位がゾンビさん、はい、やっぱあれか。走り込んじゃはるな。やっぱこの3人か。やっぱりでも2度4これやったん何日かぶりっすよ。やったよか、あの走った。そうですね、確かに。ガレージから出たんが、僕、みんながモンハンやってる間に、こっそり、240万点超えたろうので、こそこそやってたんですけど、ダメでした。大丈夫っすよ。おー、それではですね、越してないですね。なんかもう200万点ぐらいしか取れなくなりましたね、なんか、モンハンやってたら。もう多分僕もなんかそんなもんですね。そうですよね。おい、じゃあゾンビさんカウントダウンお願いします。あ、俺ですか。はい、じゃあ3からいきますね。はい、はい、3、2、1、ゴー。ういいいくぜいくぜ。おおそらやべえ。タイヤすんのがカラフルで、ね、いいねいいね。やっぱドリフトっすな、やっぱな。うん、そうっすね。あ、バトル車やけど、バトル車やけどね。昔ドリフトやってたんで、リアルドリフターって松尾さんに言ったら笑われました。ドリフター、リアルドリフターって言われたら、なんかあの怒りや長介しか頭に浮かばなかったんですよ。ドリフターズの方ですね。平成生まれはドリフターズピンとこないですからね。あ、そっか。あ、そっか。そっか。全員集合とかわかんないか。ん？あ、8時。8時。8時だよ。あ、ごめんなさい、ホッキーさん。大丈夫です、大丈夫です。今、もっきり昨夜父さんにもっきりぶつかった。ポンさんがドリフトになるとまあ強い。あや
なんだ今の。視界は嘘に看板に低かった。今のクラッシュ納得いかん。おお。激しい。お互い様でもぶつかって。ハイパワーでこんだけ団子になったらそれこうなります。ああもう知らん間に松の字がなくなってもてる。おう。おお。ああ。ガソリンスタンドを切ってみしよう。ちょっとガソリンスタンドで松の字を復活させよう。ちょっと。ボコボコや。ボコボコ。ああ。で団子なんて言うときにパッとスピードメーター見たら260でかどうとかおかしいですからね。おかしい。しかも飲酒運転やからね。うん、一般道で飲酒で260って、もうこれ事案ですからね。記事はい、第3の、まあ、レースというか移動なんですけど、まあ、レースしましょう、せっかくなんで。はい、なんか本気の車が来た。本気の車来た。スタート直後にコースがすぼむって事故の予感しかしないんですけどね。おいーおいー、絶対これ団子、絶対団子になっちゃう。おおおゾンビアタック食らったぞ今、壮絶な、すごい角度から。今完全にあれですよね、殺しにかかりましたよね、俺のことをね。今コントロール不能だったんですよ、今。すごい、なんかね、直角からなんか。おぉ、ちょっとちょっと、大事故が発生してるんですけど、これ。やばい。ちょっとあの、一流レーサーの集まりとは思えない、この。壮絶な壮絶なこれ。なんかアウディが飛んできたぞ。アウディ速え。あ、ここで抜くしかねえな。あ、ここあかんねや。うお、岩があった。痛い。いやいやいや、僕が岩に引っかかったから。優しい。えらいこっちゃで。俺も同じ岩に引っかかってもうたわ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。さっきから横に何回転してんやろ。ちょっと待って、これ誰が起こして。ポンさん、ポンさんが、めっちゃ引っかかって、マスタングがめっちゃ引っかかった。めっちゃひっくり返ると気がします。マジでマッサンをひっくり返りやすいんですかね。タントみたいな重心してるんですね。タント。わあ。あれ、これ野良の人がいる。ああ。フォックスアタック。おお、松尾さん。今の松尾さんですよ、多分。松尾さんです。はい。あのフォックスさんにフォックスアタック食らってよろめいたところにあのカズさんにとどめを刺された感じで。あの。いや、ちょっとコツンコツンといったらあのバランスが大事。まあ、あ後ろから後ろからこのアイマスのキャラクターで斜めくるぐらい。あの実はこの車のリアガラスに痛い絵が描いてあるという。そうですよね。後ろから見るとわからへんで、ああ松の字がはっきり見えます。まさか誰か起こしてっていう羽目になるとは思わなかった。めっちゃマスタングのね、初めて見ました、マスタングの腹でしょ。めっちゃフラットでしたね。あれ、めっちゃフラットです。違う、こっちか。ごめんなさい、ごめんなさい、変なとこ行って。いやいやいや、多分あの曲がる方、あの高速の道間違えて今 U ターンしました。よくありますよね、それ。ありますあります。
そう、現実やったら逆走したら危ないけど、危ない危ない。今384キロ出てるね。やべえ、これ降りなあかんのかい。あかんのか。あ、降りんかい。ゾンさん被害ですね。あー、俺もや。高速降りなきゃなみたいして。あれ、あ、ゾンさん今全く同じ動きました。僕も同じことやった。行き過ぎてからウォーっていうターン。そう、行き過ぎてから。あの、お互い正面に見ながらスピンターンしましたね。そう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 。あ車の CM みたいな。これ？あれなんか見覚えのあるターン。そうですよね。あの伝説の我々の聖地が。やばい。で、グラセク見たくなってる。見たせ。ドリフトディーラーやで。やっぱゾンビさん1位か。かマグですね。ああ着いた。しんどかった。あ、入り口付近立ち止まらずにお進みください。怒られたもうあの嫁さんがベッドの部屋行ったんで僕強気ですからね。ああ怖いもんなしですね。酒がなくなった。もうどんどんなんぼでも。そうだ。ポンさん写真撮る？撮る。撮ります。どうやって撮る？並べましょう。絶対撮る。道塞ぐ感じで斜めにみんな路中したらバリかっこいいんじゃないですか、こんな感じで。あ、ごめんなさい。いいっすね。ギャラリーみたいな感じで。なんかこんな感じで。カズさんが基準かな。いや、めっちゃ思いつきで言ったから、なんかありがとう。ごめん。痛い。あ、ごめん、ごめん。もう、痛い。わざとやってくれた。違う。ねえ、僕のポンコツの度合いからいいと思ってるのよ。違う。確かになんかあの、ちょっとね、構えたくなるデザインしてますけどね。結構難しいんですよ。こんな感じかな。もうちょっと前松尾さんの横につけてこれ一般車で邪魔っすね。これいやこれはあなんか来たリムジン、なんか来た、やばいリムジン来た。あそうです。この車がちょっと反射しますわ。普通の一般車両すごいな、重機みたいな動きしますね。確かに完全にフォークリフトですよ。一斉にあ、僕あのフォークリフトの会社で働いてるんで。あら、プロだった。あらこれ斜めこれ、あれ、そうですね。なんか来た。多分だけど、もうちょっと前進します全員。端っこが端っこすぎます？前進ね。はい。アウディが端っこすぎます？違う車来た。こんぐらいまでみんな進みます？ちょっと待ってください。フォトモードにしてたんで。やべえ、トラックが突っ込んできた。やべえ、トラックが来た。さすがにフォークリフトでトラックは上がらねえぜ。トラック行っちゃった。あ、もんか。あ、道のど真ん中で取ろうとするからしゃあないから。しゃあないですね。誰よこれ、なんか来たぞ。うん、さっきからどなたかいらっしゃる。こんな感じですかね。ポンさん、まあいいけど。あ、オッケー、そうです。おお、渋い。おお、なるほど。え？ちょっと。よいしょ。いいっすね。こんなもんか。ちょっと昨夜さん。お前邪魔。こうやって。お前邪魔。タクシーが。早く取んないと。取れた。やばい、並ぼうとしてる。いらっしゃいませー。うん、割とええやつやった。うん。そうですね。この人ぶつかってこないし、割といい。うん。ね、なんか、こんなに人集まりましたっていう写真にできますね、マツケンの。ね、あれ、一台ちょっと桜がいますけどね。そう、桜がね、ちょっと、ね。桜。ちょうど今、夜やからヘッドライトがついてるし。うん。アンダーネオンもついてるし。
いいね。おーすごい。ここ皆さん、あのタイヤスモークはついてるけど、アンダーレーンは少数派なんですかね。そうですね。まあ、行くとすけど、めんどくさいですからね。いいっすね。いや、本当、皆さん、あのね、マツケンとか、あんな、しょうもないブログ見て、こうやってね、一緒に遊べるなんて、本当、思わなかったですけど。本当、すごいですね。ありがとうございます、本当に。僕はあの松尾さんのマツケンのブログ読まんかったら、絶対このゲームは遊んでないと思います。それだけ魅力あるコンテンツなんですよ。ありがとうございます。いいっすね。あ、それでですね、まあ、なんでここに集まってもらったかなんですけれども、はい。はい。まあ、主に私とカズさんと、ゾンビさんで、ここでもう本当にRX7 で、もうしのぎを削って、もうしのぎっていうかもう本当に魂を削ってやってたんですよね。ねえ、本当に、カズさんは途中、僕はアメシャスカ使いませんから、みたいな感じだったんですけど、悪魔に魂を打って、RX7 に乗り換えて。だから僕の今このマスタングのビジュアルには悔しさが滲んでますよね。そう、でもね、本当に。最初はね、100万点超えるだけでもヒーヒー言ってたのに、でもそのうちみんな200万点超えて、で、もう230万点とか40万点で、カズさんの240万点で、まあ一応もうもう私も、まあ、ゾンビさんもちょっと心が折れてですね。まあちょうどモンハン、今の戦いでしたもんね。そうそうそう、もう1万超えましたよ、みたいな。もそんな刻んでくんの?みたいな。感じだったんですけど、うん、で、まあその後モンハンも来たんで、うん、鳥の鳴き声すごいですね。あ、そうだ、まあ、全部僕ですわ。鳥の鳴き声さん、鳥10匹いるんですよ。うちの家に来たら大パニックになりますね。うち猫がいるんで。ああ、もう鳥放題。猫と鳥が10匹いるな。そう。それで、まあ、その後、モンハンも来たりとかして、まあ、一応、この、ドリフトエンジンのブロックで、誰もレースしなくなったんですけど、あ、もうワンチャンあるんじゃないかと、思いました。僕たちまだやってないことがあって、裏感あるじゃないですか。裏感。あ、あれか。はい。あ、ありますね。裏感解禁にして、ちょっとみんなでちょっと300万点目指しませんかっていう。おー、ちょっとスピードの向こう側をちょっと行ってみないかということで。多いな、300万か。300万超えたら本当に世界ランクレベルだと思うんですよね。はいはいはい。RX で多分200万点超えてる人もそんなには多分世界的に見てもいらっしゃらないと思うんですけど。ここで裏感で、ちょっとみんなで300万点取るようになったら、ちょっとすごいんじゃないかと思ったんですけど。はい、はい。どうでしょう?やってみましょうか。やってみましょう。ちょっと前のペースだと本当に身が持たないんで。まあ、何ヶ月に何回ぐらいのペースでもいいと思うんで。はい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 。はい、で、そうですね。どうですかね、皆さん。ポンさんとか、ブレイズさんとかも。うん、面白いと思いますよ。本当ですか?はい、ちょっと。ああ。ぜひ、はいはい、ぜひぜひ。昨夜党さんもどうですか?まあ、自分はブログ見てるだけで全然、これも100万点いくので必死で。あはははは。皆さんに。フレンドになって、みんなで、切磋琢磨すんのが、そう、そう。あ、で、なんで今日集まったかっていうと、これで、ここの、ちょっとね、走るんで、情報交換、結構ルート取りが大事なんですよね、このコースって。そうですね、はい。そうですね。もう、先言っときますけど、正規に走っといたら無理ですからね。あ、そう。うん、そうですね。うん。そうなんですよ。なんで、もう変なところ走らんと。ちょっとこの、
この車ドリフトカーじゃないんで、ちょっとあの、はい、あれなんですけど、いやいいですよ。あの、僕はここのこの後ろのとこからやってますね。あの、あ、僕はこうだとかあったら教えてくださいね。ここがスタート、うん、スタート地点で、スタート地点。うん、今みんなが、あの、咲夜灯さんがいたあたりが、あの、スタート地点なんですよ。うん。なんで僕は、駅のスタートは、うん、スタートしたらちょっと、ね、めっちゃ多分この辺なんですよ。そう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 。もう始めるところから違うんですか。え？初めて、3、1も、全然違うんです、うん、そうそうそう。だから、ここで、そうそうそう、ここで、ここがスタートなんですけど、スタートって言ったら僕は後ろにガーってこう下がるんですよ、まず。まずこう下がって、で、あの、ま、そうです。で、まず一番大事なのは、あの、マニュアルにしてください。おっと難しいんだよなぁ。あのね、マニュアルじゃ、マニュアル。マニュアルじゃないと200万点超えるのきついっすね。三角ボタンにしたっていう。マトウさん。はいはい。マトウさん。はいはい。私、オートマッス。マジっすか？オートマッス。あー、まあ、じゃあ、そこは、はい、あの、お任せします。僕はマニュアルでやってました。で、こっから走るんですけど、まずここで、こう、ジグザグに、こうやって、うん、こうやって、こうやって走って、で、本来のコースだと、ここ左なんですよ。うん、左で、あ、ごめんなさい。じゃあ最初一回、あの、普通のルートで走りますね。一周目は。一周目普通で走ります。こう行きます。あ、ごめんなさい。で、こっから、こうで、で、ここ左に曲がります。うん、左ですね。はい。うん。左に曲がって、こここうです。こここうですね。うん。ああ。もう、目に焼きついてるからまだ。で、ここを右に曲がる。ここ右。うん。で、ここ左に曲がる。はい。本来のルートはそうです、ね。うん。で、これで一周なんですよ。短いでしょ？これで一周。はい。うん。じゃあ次、ちょっとあの、これ200。これを、あの、僕のルートでやりますね。はーい。うん。うん。おお。こうです。ここ、あ、ちょっと今見せたけど、そう。こう行って、ここをこう。ここ？こうこう。おかしいおかしいおかしい。こうこう。で、ここをこう行って。で、ここをこう行って。僕はこう行きます。ここでこう、こう一周走って、ここ一周回るんですか、ずっと。そう。で、ここは、こう。で、こう。こう行って、こう行って、ここも、ここもこういう風に行って、どこどういう風に行って、ちょっとブレイズさんぶつかりすぎだよ。で、ここ、ここ行くんですよ。さっき左だったんですけど、ここあえてこう行って、こう曲がって、で、こう。みんなある程度バトルしてるドリフトできちゃうっていうの。はい、2周目。うん。やばいっすね。そんなこういって、こう。どう、カズさんとか合ってる？同じ？合ってます。うん。やっぱこれしかないよ。スタートだけちゃうっすね。うん。こういって、これね、やんないとね。結構回る場所が。へ、うん、ロータリーがいっぱいだ。そう。で、こう行って、こう行って。あ、そうさん、誰もついてきてないよ。嘘。こう行って。煙を辿ってますが、頑張って。うん、おお。っていうか、みんなドリフトスペック乗り換えて、団体で走りません？やります？うわ、できねえ。めっちゃ忘れてるわ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。多分、松尾さんの予防やるの、この、
おお。服装の下に多分あるじゃないかな。ジェットじゃない。この後ろ姿だと思うんですけど、ね。うん。この後ろ姿で、あ、そう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 。そうそうそう。じゃあ行きますよ。アレックス7高い。ここで4速にして、こう。こう。いいですよね。こう。こう。こうして、こう。かなりギリギリ攻めますね。ギリギリ。で、こっからこう。あ、そっちか。で、こう。こうね。なるほど。うん。マニュアルにして、速度固定するのはあると思う。うん。海から来るかも。で、ここぐりーっと回って、で、逆走になるんで、ここでニトロ使って、で、こうやって、こっちもこう行って、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 ここを右にぐりー、あ、いないか。ここぐりーっとこう行って、で、ここをぐりーっと。こっち行くのはもうちょいなったな。そう。で、ここ、もう、2周目です。なるほど。で、こうぐりーっとこう、あーっと回って、ここもぐりーっと。ここをこうやって、こう回って、こう行って、ここをドリフトで抜けるのが難しい。そうそうそう。あれ？で、ここをこう行って、こう行って、こう行ってっていうのをやると、ほとんどかける4のも維持したまんまで、ずっとドリフトがキープできるんで、へえ、うん、こう行ってこう行って、ここで一番大きく膨らんで、わざとこういう感じで入って、でこっからこっちにこう入って、ここのガソリンスタンド、ここが一番ね、慣れるまでは一番失敗するのはこのガソリンスタンド、ね、うん、ここができるようになると、もうあとはいかに点数を多く取れる曲がり方ができるかっていう、もしくはかける4をずっとキープ、ニトロを使い時が覚えるです。そう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 、でニトロ使うと今度は運転が制御がしづらくなるんで、まあ、そこでテクニック、うん、いえいえ大丈夫です、問われるっていう、うん、ツンドリツンドリツンドリ、どうすか、分かった、大体これは、まあ、大体は、うん、多分、ね、動画結構上がってるんで、うん、上がってますね、うん、大体みんな裏感使ってんだけど、ね、裏感でなんか魚が泳ぐみたいにスイースイーってやって300万点とか撮ってる動画が上がってるんで、300ヘリコ超えましたね、確か、うん、すごいですよね、すごい、うん、我々もだからあれはいけない、300超えたらちょっとドヤ顔で動画を、はい、作ってもいいんじゃないですか、マツケンドリフティングチームとか言って、あ、いいですね俺たちみんな310万点いってますけどみたいな、300超えだぜってあ、もう体が覚えちゃってんなですね、死ぬほどやりましたよね、本当にね、これね、狂ったように、俺、本当やりましたよ、何時間やったかな、家におんのに帰りたいと思ってますから、あ、そうですよね、まあ、カズさん、はよしなへんかなもだからね、本当にね、ゲームの次で、本当に、だって、なんか死んだろうかなと思ったんですよ、いや、だってな、だってさ、もうこれは絶対抜かれないだろうっていうぐらい追い越したと思ったら、
なんかその1日後にはもうカズさん抜かれてんだもんね。どやさーって言ってたのにいいでしょ。そうそうそう。どや絶対抜かれへん、どやさーって言って。あー、うん、そうそう、僕性格悪いんですよ。どやさーって言われたらね、抜けね、へってってみたいな。そうそう、わかる、とてもわかる。あとね、なんかみんな同じ共通点があって、なんかあの、だいたいね、スコア超える直前にみんな弱音吐くんですよ。あ、もうこれ無理ですって、だいたいみんな言うんですけど、ね、うん。だいたいその直後ぐらいになんか、無言で、スコア超えたスコアをなんか、画像で送ってくるんですよ。やらしい。やらしい、ほんと。でもゾンビさんは僕が240万点出した時の心境を知ってますよ。なんすか。確か言いますよね、多分ね。ああ、あれ、ね、こっちじゃない。ああ、やってるか。あ、ね、女性の方がいらっしゃるんでちょっとね。そんな、あの、うん、所詮卑猥なことを考えながら運転してたらなんか240万いかん。ああ、言ってましたね。もうクソみたいな、鼻クソみたいなこと考えながら、あの、別に女性じゃなくても、あの、僕もドン引きしたぐらいだから、多分あれですよ。リモートが、うん、あの、日本のものすごく大きい貧乳って見たことないなと思いながらやっとった。240万見たことないでしょ。信じられるぐらい乳輪の大きい、めちゃくちゃ貧乳って多分見たことないと思う。確かに、ほら引いた、ほら引いた、ほら引いた、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 引いとけ、構え、構え。ええねえねえ。引いて、だって、でかくなる必要がないじゃないですか、だって。まあね。あ、そもそも乳輪って何のためにあるんですか。わからない。まずそこからちょっと考えてみる必要があるかもしれないですね。考える。いや、だってほら、あの、車のさ、この、あの、カスタマイズにしても、こう、あの、リムの大きさをどうするかって結構、あの、ドリフトで結構重要だったりするじゃないですか。前輪のリムの大きさ。そう、だから、ニューリムも多分、だから、その、何らかの、何らかのその、ドリフトする上でニューリムの大きさ注入できないですよね。そうですね。やっぱニューリムがでかい方が、やっぱ、あの、曲がるけど、スピード出にくいみたいな。曲がる。ニューリムにすると重さ変わってきますからね。やっぱそうです。やっぱグリップが大事なんで、あかんあかんあかん、読みおらんし、ビール飲んでるし、あかんところはあかんばかんやで。やっぱグリップの、グリップの、皆さん、あの、コース見れてますか、ね、僕ずっとさっから、あの、ごめんなさい、あの、無意識にあの、ずっとドリフトこう、病気ですね、もうなんか、ずっとやりすぎたんで。あ、同じく、ね、同じくずっとやってます。喋りながら、ずっとドリフト。これ、3人ともやってて合わへんってことは、3人とも同じぐらいのペースってことですね、ほんなら。そうですね。多分そうっすね。終わりました。なんだこれ。ああ。でも松尾さんがもうあれですよ。オイスチャットを抜けてる間にみんな心配しとったんですよ。ああ、でもね。いや、確実に確実にスクラップに死にかかってるじゃないですかこれ。あ、どさくさに紛れて昨夜党さんまで混じってないんですよ。なんやったら一番正面から。松尾さんのあの人望ってやっぱすごいですね。みんな誰一人悪口言う人いなかったですか。いや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 。あのまあ、あの一人一人、あの今のうちに松尾さんが、今のうちに松尾さんの悪口言う。悪口。真っ先に言ってたんで、分かるでしたっけ。あ、はい、すいません、あの心より反省しております。めっちゃ傷つくわ、そんな。おい、悪口言おうぜって言ってましたからね。小学生みたいなことなんだよ。悪口って。あれでしょ、大人になってからあんまり言わないことなんですよ。大人になってからあんまり言わないですね、悪口っていう言葉すら忘れかけてたでしょ。まあ、カズさんにケチつけられてからちょっと自分のホイールが気になり始めてますね。あ、マジか。見たことないぐらいダサいですわ。
ひどい。そう、そういう車知ってる人からしたらそうなんですかね。あのあのでも好きなの履けばいいんですよ、好きなの履けば。あでも好きなの履けば。そうか、僕ね、言い過ぎてるんで、気にしない方がいいですよ。いや、気にしてないけど、面白いな、思って。なんか僕あのおばあちゃん家にあったあの仏壇のなんかあの模様に似てるなと思ってこれにしたんですけど。ああ、おばあちゃん家。仏壇の模様って何？ご利益ありそう。仏壇参考にした結果振り返るほどダサい車ができなかったわけですね。そうですね。なるほど。あ、そうそう。カズさんちょっと言い過ぎですね。確実に。俺のことは悪く言っても、あのおばあちゃんの仏壇のことは悪く言わないでください。おばあちゃん。ゾンビさんと松尾さんのガチレース見たいですね。ああ、ガチレースか。観戦モードとかあったらいいんですけど。確かに。うん、ガチレースをしてもらったところで、見よう思ったらついていかなあかんから、ついていけるんやったら、この後でなんか。そうですね、俺、カズさんとゾンビさんが見たいですけどね、どっちかっていうと。それやったらドリフトっすよ、僕、だって普通の走るのめっちゃ遅いですもん。ああ。マルチのカジュアルとかやればいいんじゃないですか。ああ、でもコンピューター入ってくるのか。ん？なんか、マルチでスピードレースとかありますよね。ああ。あ、そうなんですか。はい、スピードリストありますよ、これ。へぇ、スピードリスト。俺別にそんな俺走りに自信があるわけじゃないんですけどね。ただあのみんなが乗ってきたからこんな一生懸命やっただけで。でも松尾さんのあのほら、5分コース6分コース、ね、はい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 、はい、あれ僕やったっすけど、はい、あのこの車でやったっすけど全くほど遠かったっすよ。あれはね、あれ長いっすよね。長い、あのね、長いんですよね。集中力が持たないんですよ。もうそろそろ終わりかなとか、ちょっと気が緩むとね、なんか全然擦らんでいいとこで擦ってもったりとかするんですよね。不思議なもんで。いた。何やこのアウディ。お、やるんか、やるんか。やるんか。なんか喧嘩してる、喧嘩してる。あ、どうか、こんなだろうと悪口言ってやるぞ、この野郎。ダメですか、カズさん。人の車を仏壇呼ばわりして。仏壇。結構忘れてたのに。失礼やわ、ほんまに。なんもなんでも。ね、ゾミさん、言い過ぎっすよ。え、俺ゾンビさんはやばいですね。もうあのもうコメント、ね、コメントもらった時からもういい人集がすごかったですね、ゾンビさん。いやいや全然いい人なんかじゃないですよ。カズさんはあの二言目であの声出しにしてきますって言ったのそこでも大体もうどんな人かで分かってしまったんです。あのちょっと気にしてますからね。あの距離の詰め方が独特な人って。詳しいんけど、ね。切れれくんけど、うん、まあせやなと。あのお客さんのとこ行っても、あいつかって笑ってもらえる人いますやん。ちょっとやらかした。はいはいはい。いやもうなんか完全にカズさんはあの名刺交換の次はなんか家に遊びに来るみたいな感じですね。いやほらそんな急に言ってますよ。毎度言って。あーそうね、あの毎度はね初回で言ってる。初回なのに毎度。毎度大きに言う。一応ね、あ、松尾さんに絶対あれやブログでいろいろ書かれてしまうわ、こんなこと言ってたら。いやもう鳥がやかましかったことしかあんまり覚えてないですよ。あとホイールめっちゃバカにされたことと。なあ。その2つ。根に持ってる。ホイールのブランドなんでしたっけ？結構根に持ってる。ブランドなんでしたっけ？何？仏壇でしたっけ？
ホイールのブランド、お仏壇。これはおばあちゃんの仏壇。大丈夫、あの、お仏壇バージョンですってホイールですよね、それ。これは、そうですね、あの、お仏壇で、あの、外の輪郭に、あの、こう、紫色の、あの、サブカラーが入ってるんで。まあ、それ、タイヤに文字書いてるの、それ、なんすか、海名を書いてるんですかね、それ。なんとか虚子言うて。あ、そうそうそう。毎回、書き換えなあかんよ、そしたら。ブランドは、ハ側かな。お仏壇のお仏壇の大名のところに長谷川って書いてあって、ほんでタイヤに書いてるのがミドルネームと名前ですね、ほんならおててとおててを合わせて、そうそうそう、あれ幸せ、だいぶ現れた全国デーモンキラーだって、ゾンビキラーとデーモンキラー、おお、あれちょっと待って、俺ゾンビさんやと思って使ってたらデーモンキラーやった、デーモンキラーやった、これ全然色ちゃうやんよみたいな、ランエボやで、エボ、エボなんランエボっすね、いきなり仏壇の横に止めるとは勇気があるなお前仏壇呼ばわり、ええ加減にせえよどこまで仏壇言うた気がするちょいちょいぶっ込んでくる な何が腹立つってさ、僕あの全部ホイールこれにしてるからさ、車変えてもまた仏壇呼ばわりされる全部仏壇呼ばわりされるわ、こんなんかなんはもう、いやでも仏壇で暴露したのは松本さんですか、バレた、そこみんな忘れてたのに、何やったら加藤さんが言い出したみたいになってたのに、今スタート誰が言うんですか、じゃあよいしょ、ポンさんお願いします、おい、あ、来ました、はい、じゃあレディーゴー、やべやべ、うん、そうや、前作って連結ドリフトのねやつとかあったけど、今回あんまりないですよ、あ、なんかありましたっけ、うん、コンピューターとそうそうそう、やべやべ、よく反対すられちゃった、一般車邪魔、あれ野良の人が入ってきた、邪魔されました、野良カラフルあるじゃんね、やっと動き出したこいつらみたいな、すごいクラッシュでした。大クラッシュで。やべ。うおお、ゾンビキラー。キルされちゃったよ。今ちょっとフルニトロで当たっちゃいました。すいません。やべ。酒運転怖え。確かにちょっとビール回ってきたな、あのお仏壇のせいで。ウイスキーが回ってきたウイスキーそれは回りますね、あれ、じゃあいきますよ、3、2、ゴーゴー、おー、一般車邪魔、楽しいね、ポンさんがぶっちぎった、よしよしよし、あ、やばい、松尾さん、変態が後ろから入れてますよ、どの変態ですか、変態3人ぐらいいるんですけど、あ、一応あのね、ゾンビさんね、ちょっとね、あのいい人オーラ出してるけど、変態は変態ですから、あ、バレてる、バレてるよ、ね、カズさんに匹敵するぐらいなの知ってますから、いや、変な人っす、変な人いや、あの、そんな言葉でごまかされないです、あの普通に変態なの、うん、間違ってはいないかな、カズさんと普通にあのトークできるぐらいあのそういうのはありますから、
あ、やばい。あ、僕が乳輪の話を送った時にわざわざ画像を探してきて送ってくれましたから。僕やっぱそこまで。なんで僕の時にはそういうの送ってこないんですか。僕の時にはわらちゃんのに送られてきましたよ、写真。あの、あれですね、口で仕上げるやつでしょ。うん、そう。わらちゃんがなんか口でしてあげるよみたいなこと言わせてるが、なんかクソコラみたいなの送られてきて。してほしいでしょ。やばい、笑いすぎて。してほしいでしょ。こいつなんやねんと思います。しかもあれですよ、あのそんなにあの関係値がまだそんなにこう詰まってない頃にね、あの、まあ、そりゃね、どういう距離の詰め方やねんと思って。確かに、そういうふうに言うとそこは必死に頑張ったやつ抜かされてちょっとイラッとしたんで。あれは煽ってたんですね。他に口でしてもらえよみたいな。やばいなそれ。何それ。もちろんあの画像をよく見つけたって褒めてほしいですね。確かに。しゃあないですね。あれかもう松尾さんおかわりあげますわ。いや、いらないです。もう二度と送ってこないでください。何なのか分かりますわ。道間違えた。これをちょっとこれライバルがいなそうな感じですね。お仏壇の力はすごいですよ。仏壇パワー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 。ゴール。まあね。まあ、このホイールですやっぱ。みんなこのホイールにした方がいいですやっぱ。ダサいダサい。やめとけ。ダサい。振り返ることダサい。二度見するぐらいダサい。この紫のこのスモークもこれはお線香ですから。お線香。あの九月で買った。九月。九月で買ったんで。あ、九月がわからんか。九月って人形じゃないの。うん、人形ってね。人形の九月でしょ。あ、そうか。ほんなら俺人形と仏壇の区別がついてないってことですね。でもなんか ID で XXX とかやってる人いますやんか。いるいる。あれはですね。あれなんなんですかね。あれシティハンターね。うん、シティハンター。あれは例えばあのブレイズだけやとすでに使ってる人がたくさんおって入らないから、あ、全員の X とかを入れたら別のアンドとかに入ったら入る。だから、なるほどね、コピーです。コピーアカウントとかよく言われますよ。だから X の数が増えるほどたくさん使われてるっていう。なるほどね。昔はあの海外のエロサイトのことで XXX よく言ってましたよね。なるほど。中部8とかですか。エロとは無関係な気がしますけど、あのまあそんな感じです。なるほどなるほど。車ボッコボコ、この話してるから女性の方が動揺して前にバックしたり、なんやバックしたり前進したり、なんか落ち着かない。前にバックって。何バックとか。前お前が一番動揺してんちゃうか。ちょっと車ボコボコなんで、うん、いやちょっとこれ同様の証ですわ。ちょっとね、同様には刺激が、童貞には刺激がきっていう話でしたね。奥さんがいる童貞ってどういうことですか。そうなんですよ、なかなかいないですよね。いるのかな。もう今もう、ちゃんでもいいからやらせてほしいですわ、もう。ちゃんに100回謝ってきてください。うん、100回で確かに。え、ガソスターどこ行くんですか。もうガソスター終わりましたよ。ん？ガソスター終わりました。あれ、あ、まあ、みんな行ってる。通れてなかった。ぐしゃぐしゃじゃん、まだ。おお。ああ、ごめんなさい。せっかくガソスター行ったのに。ああ。もう一回行こう。これまだ。おお、そうそうそう。ごめんなさい。いいっすね、みんな車当たってごめんなさいっていうのね。うん、一応ね、まだ、もう、ちょーごめんなさい。あのさ、ガソスタなんか行ったらいいんかしらね、これ。バックしたらぶつかって、みたいな。
ポンさん、そんな飛ばしたら、飛ばしたらまた、あ、ちょ、ブレーキ踏むなって、怖い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 。カズさん、結局や。カズさんとこの鳥、危ね、お休みシート全然聞いてない。うん、あ、お休みシート聞いてないですね。なんか、起きてますね。めっちゃテンション上がってる。多分、ここのボイスチャットの内容に興味津々になるでしょうね。あ、ダメだ。だって、あれだもんね。ちゃんの話したぐらいからすごいテンション上がってますもん。うん、そうっすね。ちゃんの写真にして、巨乳が好きやって思ってる女の価値観はちょっとやめてほしいですよね。まあ、そうですね。巨乳にそんなにこだわりはねえぜっていう。まあ、まあ、私から言わせるとですね、サイズにこだわるやつは三流で、形にこだわるやつは二流なんです。一流はどんなの？一流がこだわるのはもう一つだけ、感度ですね。感度。それブログに書いてくれるんですよね。まあ、いつか書こうと思ってはいるんですけど。コンさんの車可愛いよね、毎回。時間かけてるんで車作るのは。あ、そうなんですね。一番かかってそうだもんだって。うん、多分。今からなんかまだ走ります？レースかなんか。いや、もう閉会にしようかと思ってるんですよ。ああ、なるほど。今日はポンさんが12時からご用事があるそうなので、ちょっと12時きっかりでも申し訳ないんで、ちょっと早めに切り上げようかなと。なるほど、うん、なるほど。とりあえず僕は余ったビールをちょっと飲もうかなと思ってます。僕には左手にトリスハイボール、右手に朝日生ミルがあるんですけど、どうしようかなと思ってんですよね。とりあえず左手から片付けた方がいいんじゃないですか。じゃあ、濃いめからいきますわ。で、ハイボール、ハイボール好きですか？うん、テンション上げたいとき。でもハイボールの方が、ビールを飲むよりかは体には優しいらしいです。あ、確かに確かに確かにね。うん、あ、それはあるかもしれない。うん、だから1杯目はでもとりあえずビールでカーってなりたいからなって、うん、で、2杯目もビールぐらいで、3杯目ぐらいでハイボールいって、ちょっとだけ濃いめにして、もうええわぐらいの感じに持っていく感じですね。なんか世界で一番まずいウイスキーの飲み方のような気がするんですよね、ハイボールって。ハイボール、あ、ほんまですか？薄すぎるんちゃうんですか、それ。あ、そうそう、売ってるやつ薄いんですよ。僕ウイスキー好きなんで、逆に物足りないんですよね。飲み屋さんとかで、うん、あ、そう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 、何濃度選べるやつあるね。はい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 。で、山の名前とかでいっちゃん濃いやつ選べるやつとかがあって、うんうん、うん、だからそういうやつの真ん中らへんから飲んでみたら、そう、まだマシか。薄かったら確かにクソまずいっすよ。そうなんですよ、そうなんですよ。僕大体ウイスキーって水割りにもしないぐらいなんで。なあ、6かもストレートですね。お酒なんか強いですね。そんな飲まないんですけど、飲んでも全然飲めちゃいます、ね、いいな、強い人。松尾さん飲みに行きましょう。行きますか、いつか。飲みに行ったら絶対楽しいと思う。絶対楽しい。それではお疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。今回本当にまあマツケンっていうブログを初めてですね、こんな風に反響があったのも本当ペイバックが初めてで、なんていうんですかね、こんな最初本当にね、発売当初にすごい酷評されて、なんかそれがされてましたね。そう。なんか発売されてからの酷評だったらまだわかるんだけど、なんか発売前になんか先行プレイでやったやつがまあだこうだって言ってて、まあそれでまあ友達がやっぱ俺買うのやめるわみたいになったのがまあ本当に頭にきて、まあそれで怒りに身を任せてまあ書いた記事が発端だったんですけど、まあこうしてまあ皆さん来ていただいてですね。で、まあ、特にその最初のその僕が身内と遊んでた遊び方を紹介した時に、まあ、一番最初にブレイズさんが、まあ、僕も参加したいですみたいに、はい、うん、まあ、言っていただいて、まあ、そのペイバック買ったら絶対やろう思ってました。それがあって、まあからこそその後にゾンビーさんとか、まあ、カズさんとかが、まあ、来てくれて、うん、で
あの昨夜藤さんが、まあ、すごいやさあの嬉しいメッセージと一緒にフレンド申請出してくれたりとか、あと、まあ、ポンさんみたいにツイッターで仲良くなった人とかですね、あの、まあ、こうやって、ね、まあ、まさかアップデートでね、こんなマルチみんなで遊べるようになるとも思わなかったんだけど、あのこうやって皆さんでワイワイ騒げて本当に今日は楽しかったです。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これからもあのぜひマツケンの方ですね、あの、まあ、結構あれ毎回書くの長すぎるんですよね、文章内容濃いっすもんね、毎度なんかすいません、あの内容盛りだくさんやさかいに書くの時間かかってやろうな、うん、毎回8000文字ぐらい書いてるんですよね、あの、うん、結構あの、まあ、時間はかかるんですけど、まあ、これからもこまめに、まあ、書いていきたいと思いますので、これからも、はい、何卒よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、あの好きな時間に押してもらって結構ですんで、僕はもうちょっとビールがなくなるまではい言おうと思いますので、はい、ウイスキーなくなるまで潰れちゃうな、これ大変失礼をいたしました。なんすか。あ、いや、マゾーさんすいませんでした。いや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 、あのむしろありがとうございます、あのおいしくしていただいて本当に謝ったからって言うのやめに。ガッチャン忘れません。いや忘れませんです。あ、昨夜藤さんあれですよね、あの後でメッセージかなんかで松尾さんのホイールダサくなかったですよって言ってくれるんですよね、多分ね。この男のあかんで、ダサいホイールを履いてるやつダサいもんはダサいんやで。ちょっと待って、先謝った意味ねえじゃねえか。俺そんなダサいかな。俺ちょっとあれですよ、僕の。いや、マトさん、僕もインプレッサーに履かせてます。あ、本当本当ラリーカーに履かせてます。ラリーっぽいなと思ったんで、それそうそうそう、そうなんですよ。そうなんですよ、ね、今横でマジマジ見とったあれですね、おしゃれな方のマンホールに似てるっすね。もうマンホールにしか見えなくなるからやめて、もうマンホールいたしたことは。確かにね、マンホール、確かにマンホール。でもそんなこと言ったらホイールなんてみんなマンホールみたいなもんやないか、そんな。いや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 、やっぱ松尾さんやっぱセンスいいんかして、やっぱりちょっと選ぶマンホールが違いますわ。わかるか。あれ、カズさんはこれチャージャーバラクーダ、あれ、なんかホイールもちょっと勉強しますわ。バラクーダ、この間のあれだよね、そうそう、あの廃棄車両であったやつ、ね、かっこいいな。そうそう、うん、これあの丸目4等仕様に変えてますね。なんかヘッドライト、バラクーダいいな、買おうかな。バラクーダは僕4等じゃないと嫌なんですよ。わかります、とっても。あかっ、トリストハイボール濃いめ、結構きついですね。うん、思われたらますます松尾さんに暴言を吐いてしまいそうだな。なんで俺なんすか、ターゲットは。そうだ、そう、やっぱりね、ゾンビさんはね、超ティーボーンしてる。もっとなんかいじってくださいよ、他のあの咲夜斗さんとか、まあ、ブレイズさんとか。私あの人見知りなんで、ちょっとそういうのはあんまり。どこが人見知り。人見知りなんで。女性がいる前にこの話題はちょっと。いやね、俺ね、あの薄々気づいてたんですけどね、あのカズさんがねきつい下ネタ言った時にね、結構あの咲夜斗さん笑ってるのが聞こえてるんで。あ、じゃあ大丈夫か、大丈夫か。結構受けてんなと思って、はい、僕もちゃんとあのさじ加減ちょっと気使ってる。忘れられない女の一言言いましょうか。ね、なんすか。ねえ、ねえ、あいつよ、僕も忘れられない女の子の一言は、その最中にどないって一言聞こえ言われた。何したんすか、何したんすか、どういうこと、どない、分かれん、分かれん、どないの意味が分かれん。いや、その時からだからもうずっと頭よ、どないってない、何がどないやねん、何がないやねんみたいな。え、それはなんかどないの次になんか言いかけて、ちゃうんすよ、ちゃうんすよ、ちゃうんすよ、どないって言って終わったんすよ。何やねんっていう。
だ聞いてんじゃないですか。それで終わったってなんだろう。私は気持ちいいけど、お前はどうなんだっていう意味のどないじゃないですか。あ、そういうこと私は結構悪くないと思ってるけど、お前はどうなんだっていう。悪くない。悪くないってなんだ。聞こえるね、どないって言われたらね、え、何がってなるでしょ。うん、だから、パフォーマンスを聞いてんじゃないですか。あ、なるほどね。うん、じゃあ僕、そないって答えたらよかったんですかね。そんな、あ、まあ、そない、そない良くなかったんだったらそうですね。あ、そうか。そないやったらそないねやってますよね。うん、まあ、そう。じゃあこれ、関西未経験の人に通じるかどうかがすごい怪しいですけどね。どないって言って、そないって言ったら多分喧嘩になりますよね。ああ、私、多分そうですね。あ、そうなんだ。だって、そうでもないってことだから。うん、どないって言われて、せないって言って、喧嘩になるシチュエーションはそうそうないから大丈夫ですよ。まあ、そうですね。こんな話になったの、ポンさんのせいです。僕、何も言ってないですよ。ポンさん、一番下ネタ今日言ってないですよ、だって。いや、僕はね、ちょっと、今日は真面目キャラなんで、はい。はあ、その真面目キャラとか聞いてないんで、なんか、こっちを進めるじゃないですか。いや、多分下ネタですか。僕のツイッターとか見る限りだと、あのポンさんが多分一番この中で変態度強いと思いますよ。おお、マジか。うん、そういうのは良くないですよ。いや、あのあのツイートの内容とか言わないですけど、あの多分隠されたなんか性癖というか、なんかこう、いや、今日初対面の方に、ね、そういう感じで言っちゃうとあれなんで、それ俺がおる前で言います。これはね、一番あると思いますけど、ね。ありがとうございます。ちょっと。ああ、なるほど。ああ、ああ、もう気持ちよかったね。もうありがとうございます。はい。ちょっと写真撮りたいんで、もう一回飛んでもらっていいですか。もう、え、あの、ですか。あれ、スプリーム邪魔。スプリーム邪魔。あ、でも並んでくれた。並んでくれた。行くぞ、行くぞ。ちょっと待って。行きまーす。あ、あ、いいよ。どっちから来る？どっちから来る？そっちか。おお、それだった。おお、すごい。おお、取れたかな？気持ちいい。今度こっちからね、こっちからね。本当野田、ありがてえ。ちょっと待って、ちょっと待って。おお、すごいすごい。おお、もう一枚、もう一枚ですか。うん、ちょっと待ってください。ちょ、黄色のスモーク邪魔やで、これ。スモークちょっと行きまーす。はーい。おお、気持ちいい、これ。多分インスタ映えする感じの写真が。インスタ映え、インスタ映え。スモークの反対側からちょっとじゃあ。あ、スモークが負ける。うん。これやればわかりますけど、楽しい。あ、うん、楽しそう。やってどうぞ。これ楽しい。いや、みんなちゃんとドラッグカー作ってんだね。偉いね。需要がもうないですからね、ストーリーは。ワンコカーって、でも一段ぐらいしか持ってないし。クリアすりゃいいやと思ってたから。僕、なぜかアメ車な理由、ただ単にあのたまたま部品揃った車があれやったから。ああ、申し訳ない。ああ、なんかずれたずれた。おお、いいね。いい。ああ、難しい。ビリヤードみたいに。グレーズさん。